どうもリンナです。今日はねいろいろ喋ろうかなと思って、皆さんのね知っての通りですね、俺はちょっと性同一性障害というやつなわけなんですけども、まあそんなことすら10のうちの1つにしかならないくらい割とね嫌なことがたくさんあった人生でして、そんな人生について話していこうかなと思います。これからもねもっともっと先に前に進んで走っていきたいって思っているからこそね、ちょっとこのタイミングで話したいなと思って動画を撮っております。まあまず、まあ、俺のねお母さんはですね重度のうつ病で、実はですね俺の家、まあ、借金がねめちゃくちゃあったわけなんだけど、まあ、家に帰る途中でね怖いおじさんに、いやお父さん今家にいるかって話しかけられたりとか、まあ、急にねなんか知らない人から電話かかってきて名古屋に、ね、夜逃げしたりとか、幼稚園生とかだったかな、家賃とかも払えなくて家を追い出され引っ越してましたね。それに加えて、まあ、俺お兄ちゃんがいるんだけど、まあすげーひどいやつなんですよ。本当に勉強ができない、塾に通っても塾サボってゲーセンに行っちゃうみたいな、そんなお兄ちゃんで、いやもうね家もその借金とかですごいのに、お兄ちゃんちゃん出来悪いし、この二人のね迷惑に耐えきれずお母さんがねうつ病を発症するっていう、そんなねひどいことになってました。今考えたら可愛いもんだなって思うんだけど、小学校1年生にとってはお兄ちゃんが靴べらとかね傘とかで戦えてるのがめちゃめちゃ怖くて、めっちゃ言い争いしてるし、そう兄がそうやってダメな人間だったからこそ俺はできる人間じゃなきゃいけなかったっていうか、まあ、勝手に思ってただけなんだけど、親に迷惑をかけないねいい子でいなきゃってずっと思ってて、子供ながらに頑張ってたわけですよ。でもさ、どんなに頑張ってもバカな子ほど可愛いと言いますか、親はねお兄ちゃんの方が大事だったわけなんですよ。すごい覚えてるのはお母さんに、あなたとお兄ちゃんが同時に死にそうになっていたら私はお兄ちゃんを助けると思うって言われたことがあって、あーそうだよなーってすごいお兄ちゃんの方をすごい目かけられてて、俺はほっとかれてて、まあ、俺にとって、まあ、頑張ることとか人より優れていなきゃいけないことっていうのがなんかこう人に迷惑をかけないための方法でしかなかったみたいな、こう人に愛されるってことがあんまよく分かんなくて、愛されてはいたんですよ、お母さん結構過保護だしお父さんも優しいし、でもなんか一番っていうのがあんまなかったからで、お兄ちゃんの受験の時が一番家が荒れる時でして、俺はもう誰も怒らせないようにしよう、もう顔色伺おうみたいな、もうあまりにも怖いから、二人とも落ち着いて話そうよ、喧嘩になっちゃうよとか言ってね、当時の可愛い俺が話したら、お前が口出してくんな、あんたの話は聞いてないのよとか言ってすごい怒られて、俺に発言権はないんだなってすごい思いました、ね、意見を言うことって怖いことで怒られるって思ってたから、気づけば相談のできない子供になってたというか、なんでこんな言われるんやろうみたいな、そんな時にちょっと俺人生を大きく変えるね二人のお友達に出会うんですよ。その二人も嫌な環境で過ごしてて、そこがちょっと通じ合ってお互いのなんか愚痴とか話し合って、あ、俺って一人じゃなかったんだって初めて思ったのがねその時だったんですよ。小学生ながらに自分の家ってちょっとおかしいのかなって思ってて、普通の人がね羨ましかったんですよ。普通の人に自分の家の事情を話すことがちょっと怖かったんですよ当時。だからしょうもないんですけど、自分とね同じような恵まれない環境の人がいるっていうのが嬉しくて、まあでも実はですねその二人が病気だったわけですよ。一人は白血病で一人は癌だったんですよ。二人はいつか死んじゃうんだってことだけは分かってて、なんで死ぬのは俺じゃないんだろうって、そんなこんなで日々頑張って過ごしていたら中学生になりまして、状況がいろいろ悪くなるわけなんですよ。だいたい中1で一気にもういろんなことがグワッて悪くなって、まずはまあ2人のその友達のことから話していこうかな。実はねその2人のうちの白血病の子の方は、俺が小6の時に病気がめちゃめちゃ悪化しちゃって、副作用でね髪の毛とか抜けちゃったりして、もうなんて言っていいか分からなかったの。俺は髪の毛なくて可愛くないでしょって言われて、そんなことないよしか言えなくて、もう何か言ったらそれがマイナスになっちゃって病状が重くなっちゃうんじゃないかみたいな、もう全部怖くて、そんなある日にその子からね電話がかかってきたわけなんですよ。今でも忘れられない、私死のうと思ってる、病気に負けて死ぬのは嫌だから、だったら自分から死を選んで病気に勝ちたいんだって。いや何も言えなくて、だって生きてっていうのも残酷じゃん、なんて言ったらいいか分かんなくて、そっかーとかしか言えなくてだからね背中を押すことしかできなくて、いやもう何が幸せなのかっていうのが分かんなくて、その後に言った通りその子がね、まあ、自殺をね図りまして、なんとか弟さんが助けてあげられたんですよ。死のうとしたけど助かったんですけど、しかもその後に病状も回復して無事退院することができたんですよ。ただ俺はあの時俺が止めなかったこと、もし弟さんが自殺を止められなかったら生きてたはずの人生を俺がって思うと、そこから俺から連絡が取れなくなっちゃって怖かったんですよね。大変なことをしてしまったと思って、きっと今もね元気で生きてると思うんですけど連絡は取れない
かな。もう会えないけれど元気で生きていてほしいです。まあそんなこともあり中学に上がり、がんの子の方は中学に上がったらへんで病気悪化しまして、俺の誕生日の近くに亡くなったんですよ。手術があったんですけど、まあ、そのまま体が耐えられなくてどんどん弱ってって亡くなってしまいまして、でさ俺の誕生日の日に手紙が届いたんですよ。亡くなったはずのその子から誕生日おめでとうって手紙が届いて、誕生日が悲しくて、ちなみに生きてる時に約束したことがありまして、自分はもう夢を叶えられないから代わりに声優になってほしいって。俺は声優っていうのがどんな職業かも分かんなかったんだけど、でもその子が俺に託してくれた夢だから何があっても叶えようって思って、それでね演劇部に入ったんですよ。まあ、きっとねこれが今につながる最初の一歩だったんじゃないかなと今となっては思います。俺は演劇部に入ってなかったら歌ってみたとかね興味なかっただろうし、あれが初めだったと思う。そんなこんなでね、相談できる友達を一気に失って始まった中学校生活だったわけですよ。順調に友達作りはできたんだけど、一人ね親友って呼べるような子ができまして、クラスの中心にいるようなおちゃらけだね、まあ、いるだけでこう周りが考えるような子だったんですよ。背の丈、その子に亡くなった友達のこととか家庭環境がやべえよみたいな会話のネタとして、俺にとってはそれが普通だったから、朝またお兄ちゃんに暴言吐かれたよみたいな、漫画好きなとか人間じゃないとか言われた、よくねお前の方が人間じゃねえよってか言って笑って話してたんですよ。そしたら林間学校のバスの行く途中にその子がなぜか泣いてて、どうしたどうしたどうしたみたいな、なんで泣いてるのって聞いたら、何もできなくてごめんねって言われて、あ、俺が話してた家庭の事情とかってこの子を泣かせちゃうくらいのもんだったんだ、これ初めて気づいて。確かにね、当時俺が中1の時はお兄ちゃん高3なんですよ。もう絶賛大学受験期、もちろん勉強なんてしませんし、俺んち借金だらけなんで塾行くお金なんて全然ないんですよ。それなのに塾に行ってたのは、お母さんがお母さんの親戚にね頭を下げてお金借りてたんですよ。もう我が子を塾に行かせたいと、家じゃ勉強できないとか言うから部屋借りて、お兄ちゃんためにめちゃめちゃお金借りて、すげえ勉強させようと頑張ったのに、お兄ちゃん全く勉強しなくて、言い争いなんて可愛いもんですよ。もう常に冷戦状態、もうちはバチ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 、お母さんがお兄ちゃんポーン殴って、お兄ちゃんがお母さんポーン殴ろうとしたみたいな、お母さんがもう挙句の果てに包丁を持ち出したりして、あんたなんか殺してやれ、お兄ちゃん殺してみろよ、怖いよ、だって俺中1だよ、バブちゃんよバブちゃん、もう刺されたら怖いし、遠巻きに眺めていただけ、誰も助けてくれないから。まあそんな細かいことは別に友達に話してなかったんですよ。また喧嘩してたよお兄ちゃんたちみたいな、そんな可愛い会話だったのにそんなことになっちゃって、林間学校同じ部屋だったんですけど、夜中にその子が急に暴れ始めて、とか言ってうなされてて、声かけても起きないし、部屋の襖壊したりして、慌てて保健編の先生のとこ行って、大人3人がかりで持ち上げて、林間学校がね終わった後に聞いたんですよ。悪い夢見るの最近って言ったら、その子が夢の中でいつも友達に裏切られて殺されると、主犯になんでそんなことするのって言ったら、俺がそうしろって言ったから、そこでいつも目が覚めるんだって、毎日そんな夢を見るんだ、ごめんねって言われて、そこでもう、あ、もうダメだと思って距離を取ろう、そっからもうね俺はもう誰にも相談しないようにしようって心に決めたわけですよ。家族で会話することも減りまして、俺はどうにか空気を変えようと、もうこのままじゃうちの家は終わってしまうと思って、お母さんの誕生日の日にスノードーム作ったんですよ。お母さん誕生日おめでとう、いつもありがとうって渡したら、お母さんが俺にごめんねって、そのまま誕生日の日に家を出てったんですよあなただけが生きがいよ、もうダメ私耐えられないなんて言って、あぜん、あんなにお兄ちゃんの方が大事なんだ、あんなにあんたの話なんて聞いてないって言った口で、あなただけが生きがいなんだって、どの口で言ってるんやと思って、虚しさと憤りと、でも家を出てく悲しさと、黙ってねお母さんが家を出ていくのを見ているしかできない無力感、もう俺は自分が悩んでること何も相談できなかった。家族にもすでにこの頃結構性別について悩んでたんだけど、こんな家なんでね、俺が発言することはいけないことだと思ってたし、俺のことで誰にも迷惑かけたくない、そんな中学1年生でした。まあ別に悲しいことばっかの毎日じゃないわけですよ。ちょうどその頃に好きな人ができたんですよ。部活の先輩なんですけど、顔がいい、スタイルもいい、運動もできる、勉強もできる、演技も超うまい、でもちょっとダンスが下手、ガサツでも可愛い、そんな先輩、当時の俺からしたら女の先輩を好きになったなんてことは大事件、どうした俺、でも好きになったこと自体はとっても幸せで、その人が毎日挨拶してくれるから今日も頑張ろう、単純だな、そんな毎日を過ごしてて、その先輩がねニコニコ動画のね歌い手が好きって言ってたんですよ。俺バカなんでどうしても先輩に気に入られたいと、だから、あ、俺も歌い手好きですよ、嘘ついて、にわか丸出し、名前も全然知らない、わかんないのに、いやめっちゃいいっすよねとか言って、家に帰って必死で歌い手について勉強して、ニコニコ動画というものがあるのかみたいな、そんなこんなで出会ったインターネットの世界でした入りから不純、俺の歌ってみた生活不純。当時の生きる意味っていうのが、好きな先輩と話すこと、友達の夢を代わりに叶えること、だから声優になるためにいろいろしようと思って、でもお金ないから声優学校とかね通えないし、どうにかしようと思っていろんな人に連絡取って、実際に声優業をしている人の家に行ってみたりとか、スタジオに行って声優がどんな職業なのかとか実際に見て、どんなに大変な職業かっていうのを知ったんですよ。声がいいだけじゃダメだし、演技が上手いだけじゃダメだし、運とかもあるじゃん。声優の仕事だけで生きていける人なんて本当に日本で数えられるほどしかいないんだよって、難しいよ厳しいよ絶対に無理だよって
言われたんですよ。そんな時にね、スノードームを渡した日に家を出て行ったお母さんが帰ってきて、で俺初めて成人になりたいって話をしたんです。そしたらまあね、まあ案の定、お前には絶対に無理だと、好きなことを夢にできる人間なんて限られた人数しかいないんだと、いつまで夢を追いかけられるかもわからないんだから無難な人生を生きなさいと、諦めなさいって言われたんです。悔しくて、でも諦めるしかなくて、声優の人に謝ってね、レッスンを辞退したんです。ごめんなさいって。その時にその人が言ってくれた言葉だけは今も心に残ってて、僕が君に優しくしようと思ったように、誰かに君が優しくされたなら、その人に優しさを返すのは当たり前だけど、それだけじゃなくて、君がその人にされたように誰かに優しくしてあげなさいって、僕はそれだけで十分だって。俺は今もね、それを心に宿して生きているわけなんですけども、優しい人間でいよう、それだけは曲げずに、あの時から変わらず今も思い続けてます。まっすぐ生きたいって思う俺の気持ちとは裏腹に、家はどんどんねじ曲がっていきましてですね、お母さんのうつ病はどんどん悪化していきました。すぐ包丁を取り出すし、目を離すと死のうとしたりとか、家に帰ってきたらお風呂場でさ、お母さんが包丁を持って死のうとしてるわけですよ。何してんのとか言って、包丁を取り返して、お薬飲ませて、布団に寝かせて、そんな毎日、何度も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 呪いみたいに家族の愚痴を聞かされて、お母さんよくね、家を飛び出して死んだらやばいと夜中に何度も走って探し回って、正月お母さんがまた包丁取り出しまして、死んでくれとかお兄ちゃんに突きつけて、お兄ちゃんがお母さんがね、包丁持つ手をさ、こう握るわけですよ。手首をお父さんが止めに入って、俺はそれを見てるだけだったんだけど、急に話し振られて、なんか言うことないのって。俺はか細い声で、喧嘩しないでって言ったんだけど、誰も聞いてくれなかったりして、そんなに包丁使いたいんだったら、いっそ俺を殺してくれって言ったんですよ。だって俺は生まれた瞬間から間違えた体があって、生まれた瞬間から間違えた家庭があったから、なんで産んだのって言ったら、そんなに言うなら殺してやるって包丁をね、向けられて、ボロ泣きですよ俺は。もう何も分かんなかったね。きっとそこに正しいことなんて何もなかったし、救いもなかったし、普通のことだってなかったし、何もなかった。なんで俺が死にたいって思ってるのかすら言えなくて、もうだんだん疲れてきてさ、俺も家族を好きでいるってことが嫌になっちゃって、好きでいるから苦しんだって言っちゃったんです。嫌なことがあったら未来の自分に手紙を書くようにしていたんです。20歳の自分へ、あなたは幸せですかから始まる、何通も何十通もの誰にも届けられない SOS の手紙を、死んでしまいたいって思うことはおかしなことでしょうか、性別に違和感を覚えるのはおかしなことでしょうか、女の人を好きになってしまうのはおかしなことでしょうか、親を殺したいと思ってしまうことはおかしなことでしょうか、助けを込めたたくさんの手紙、俺にとってはさ、今の自分より過去の自分が不幸であることが支えだったんですよ。俺は頑張ってきたからまだ耐えられる、俺はまだ生きてるって、その中にね、1枚だけ幸せな手紙も入っていたりして、20歳の俺も、先輩が好きですか、俺はとっても先輩が大好きです、そんな手紙を書いたりして、まあそんな状況はね、5年くらい続きました。家が落ち着いて安定した時期もあったけど、お母さんがいなくなる日もあったりして、家族のせいで犬が死んだ日もありました。その日はお母さんがなぜか酔ってて、俺が今まで見た中で一番おかしくなってて、俺はね、いつも通り部屋に鍵かけて、布団にくるまってね、もうイヤホンつけてこもってたんですけど、急にドン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 ってドア叩かれて、死んでもいい？お母さんに聞かれるんですよ。死んでもいいって言ってくれ、もう殺してほしいと、生きているのは辛いから、あなたは私の子供なんだからお願いを聞いてくれと、殺してくれと、何度も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 ドアを叩かれて、もういっそ殺しちゃおうかって思った。そんなに辛いんだったら死ねばいいじゃん。だって俺だって辛い。俺だって辛いのに生きてんのに、お母さんだけ、お兄ちゃんとお父さんに守ってもらって、辛いのは自分だけじゃないじゃん。俺の辛い気持ちは無視なの？うつ病だったら許されるの？俺はただ人より辛いを耐える感情が強かっただけで、悲しくないわけじゃないのに、どうして俺の気持ちはいつも無視されるの？ベッドから一歩でも動いたら殺しちゃうのかな？そんな自分自身すら怖くて、ずっと歌を聴いていました。そんな間にね、ワンコが吐いたんですよ。体調がおかしかったんです。でもみんなお母さんばっか見てたから、ずっとずっと苦しそうに息してたのにほっとかれてて、深夜になっても体調が治らないから、お兄ちゃんと二人で病院に連れて行ったんですよ。そしたら病院の先生に、今夜が山かもしれない、吐いたものが肺の中に溜まっちゃって息ができなくなっている、体も衰弱してるから耐えられないんだろう、もし今夜を乗り切れれば大丈夫かもしれないから、もう遅いので家に帰ってくださいって言われたんです。でもまさか犬が死ぬなんて思ってなくて、お兄ちゃんときっと大丈夫だよねなんて話をしながら家に帰ったら、犬が死んだって電話が来て、帰ってきたワンコは冷たくなってました。お医者さん曰く、飼い主の前で死ぬのは嫌だから、二人が家に帰ったのを見て安心して亡くなったんでしょ、そう言われて涙が止まらなくて、何度も謝って、お兄ちゃんはすぐ部屋にこもっちゃって、お父さんはお母さんを見てたから、俺は一人リビングで冷たくなったワンコの体を抱えて泣きながら眠りました。次の日、火葬場に連れてかれて、骨になったワンちゃんが帰ってきて、お母さんが、ワンちゃんはどこに行ったのとか言って、頭がおかしくなりそうでした。柔らかくね、ワンちゃんが死んだことを話したら、泣きながらワンちゃんの頭蓋骨を触るから、ミシミシミシって割れそうになって、何もかもが嫌で、自分がおかしいのかなって過ぎてく嫌な日々と、膨らむ違和感と、たまる嫌悪感で吐きそうで吐きそうで、そんなね、そんな日々で高校生になって、部活続
続けて演劇部やってたんですけど、全然うまくいかなくて、高校の演劇に全国大会っていうのがあるんです。日本一を選ぶ大会というか、選ばれた高校は国立劇場で演劇ができるんですけど、これは日本一になりたかったんです。絶対に自分が書いた台本で、自分が考えた演出で絶対に日本一を取ろう。目の前のことなんか未来のことなんかわからないし、正しさなんて何もわからないけど、それでもがむしゃらに生きていくしかないだろうっていう劇をやりたくて、夢に悩む高校生に向けてその劇をやりたかったんです。吉田松陰がテーマの劇だったんですけど、そんな吉田松陰の名言で、諸君奮い立たまえっていうのがあるんです。この意味が、常識や固定概念にとらわれないで、自分が正しいって思うことを突き通してまっすぐ生きていけみたいな言葉なんですよ。それを伝えたくて、誰かの夢を押せるような、背中を押せるような作品を作ろうって頑張ったんですけど、まあ、結果的にいくとその劇はできずに終わりました。顧問がいたんですけど、めちゃくちゃ理不尽な顧問で、各台本全部顧問に却下されて、挙句の果てに顧問に、女の子は男の子の役をできないのよって言われて、何度台本を書いても理不尽な理由で却下されて、ストレスで学校に行けなくなって、退部しようかなとか悩んだり、最後の最後ダメ押しで変わることもたくさんある中で、変わらないものを大事にしていきたいみたいな台本を書いたんです。変わっていくことへの不安とか、周りが成長していくことへの焦りとか、その中で変わらない思い出とか、変わらないものへの愛しさ、それでも変わろうとする努力する人の尊さ、台本で書きたい、その代わりに俺は部活に残りますって話をしたんです。そしたら、賢い選択をしましたねって言われて、悔しくて、でも俺にとっては最後の劇、最後の機会だったから必死に頑張っていたんだけど、急に途中で全てが崩れました。俺の考えた話は一気になくなって、顧問が考えた内容、顧問が考えた題名、顧問が考えたテーマ、演出、結局顧問はね、自分の好きなことを生徒に押し付けるって、何個も何十個も書いた俺の台本は誰の目に見られることなく、伝えたいことは誰にも伝わらず、俺の演劇生活は終わっていきました。最後の文化祭、泣きながら投稿しました。悔しくて、情けなくて、死にたくて、見てほしくなくて、友達から託された夢も叶えることも苦しくなって、同学年から勧められて大会前に部活を辞めました。主役だったのに、部長だったのに、先輩から託されたのに、何も次に繋げなかった。大会当日、結果はね、大失敗でしたよ。継ぎはぎだらけの内容にね、意味不明の劇、審査も散々でした。そこでね、顧問が俺の同学年にこぼすわけですよ。来年がありますからねって来年なんてないですよ。俺たちに次なんてないですよ。今だけだったのに、他人からしたらたくさんある中の過ぎ去る中の1、俺はたったその1でしかなくて、俺には今しかなかったのに、そんなことを思い知らされながら、俺の学生生活は終わりを告げました。時間が経てばいつか笑って話せる日が来るとか、いい経験だって言える日が来るとか、顧問とか、ね、いろんな大人に話されたけど、そんなの成功した人間だけが言える言葉で、失敗は失敗、俺の作るものは全て無意味で、俺の声は誰にも届かなかったんだなって思った学生生活でした。そして卒業します。ちなみにね、俺んちお金ないって言ってたんですけど、マジお金なかったんで、塾にも通えず、学費もほぼ払われてなかったんで、そもそも卒業できるか否か、そこからの問題で、大学を諦めてほしいなんて親に言われて通えませんでした。ここから先の話はきっと知ってる人も多いかなと思います。俺の人生はここから始まったと言っても過言ではないのではないでしょうか。ごちゃごちゃの毎日の中でね、しっかり俺ネットをやっていたんですけど、その中で自分も活動を始めてみたり、なんだかいろんなことがあったわけなんですけど、当時もう俺ストプリに入ってて、ナー君にね、大学行けなくなりましたって話をしたんです。ナー君は笑わずに話をずっと聞いてくれて、悔しくないの？リーヌ君、夢はあるって聞いてくれたんです。俺は悩んだ末に、誰かに認められたい、生きてていいんだって思いたい、返したら、じゃあ一緒に頑張ろうって、多くの人に見てもらって、多くの人に認めてもらおう、不安に思うことなんてないんだって言ってくれたんです。わあ、この活動を頑張ろうって思って、お願いダーリンをあげました。自分のために生きる人生のよくわからないけれど、でもそれでも自分のために生きる人生でいようって思いました。ここで初めて俺は自分自身について考え直せる心の余裕が生まれました。ずっと悩んでた性別について前に進もう、ここから新しい人生を始めよう、性同一性障害を公開することに決めました。放送で話す前はめちゃくちゃ怖くて、何度も吐いて、でもこのまんまの自分を好きでいてもらえるように気持ちを全部話そうって話したのが一昨年の夏です。反響は様々でした。受け入れてくれるリスナーさんももちろんいたし、離れていってしまうリスナーさんもいました。性同一性障害とか嘘だろとか、気持ち悪いんだよ障害者、暴言を吐いてくる人ももちろんいました。それでも頑張ろう、俺を認めてくれる人のために、君を幸せにするために頑張ろう、そんな夏でした。ちなみにね、性同一性障害については親に話すつもり一切なかったの、縁を切ろって思ってた。19歳の2月、親に内緒で胸をペッていう、胸を摘出する手術をしようと決めて、必死にバイトして何十万のね、手術代を19歳自腹で払って、未成年の手術は親の許可いるからどうしようかな、勝手に名前書いちゃおうかなとか、そんな適当なことを考えつつ、2月に向けて過ごしていたら、俺の部屋に置いてあった性同一性障害の診断書、手術の内容、その他いろいろ書類が親に見つかって、大変な騒動になりました。案の定お母さんおかしくなりました。勘違いだと言ってくれと、何度も泣きつかれて、このまま生きていたら俺は生まれたことを後悔しちゃうから、どうせ生まれてきたんだから、まっすぐ前を向いて生きていきたい、だからそのために手術が必要なんだ、孫を抱っこさせてあげることはできないんだよ、普通の娘でいられなくてごめんなさいって、そう謝ったらお母さんは泣き崩れました。娘でいてほしい、普通に生きてほしい、手術をしないでほしい、まだ19年しか生きていないんだから、勘違いだったらどうするのって、
30歳40歳まで待ってほしい、お母さんの心を待ってほしいと、もし30歳40歳まで待ってそれでも心が変わらなかったらもう諦めるから手術しないでって、俺はあと10年もあと20年もこの気持ちでいろっていうの、死にたい気持ちをあと何年も抱えて生きていかなきゃいけないの、ずっとずっと耐えてきた、家族のことも性別のこともみんなのわがままずっと聞いてきた、まだ俺は我慢をして生きていかなきゃいけないのって言ったんだけど、そうだから耐えてほしいって言われて、仕事でのお家を出ればお母さんから電話がかかってきて、手術をしに行っているんだろう、お母さんは死んでやる、何回も言われて、耐えかねたお兄ちゃんがね、お母さんにそんなこと言ったらこいつの人生は親の言いなりの人生になっちゃうよ、そんなのこいつをペットだって言ってるのと同じだよって言ってくれたんです。でもお母さんはそうよって答えたんです、俺の人生はペットと同じだって言ったんです。はあ、俺ペットだったんだって、自分の部屋に帰る俺にお兄ちゃんとお父さんはちょっと待ってほしいと、家族なんだったら待ってほしいって言うから、お母さんと二人で話をしました。俺は生まれてきて後悔している、でもどうせ生まれてきたんだったら胸を張って生きていきたい、そんな中自分の体を見るだけで死にたくなって、舞台に立っても視線が怖くて、やっと好きなことができたのにそんな状況でこれからも生きていくなんて耐えられない、後悔のない人生を生きたいんだって、だからごめんなさい、娘でいられなくてごめんなさい、謝ったんです。そしたらお母さん泣きながら許してくれました。これ以上体はいじらないでほしいと俺に願って、胸の摘出手術だけは許してくれました。去年の2月のことです。別にね、胸を取っただけで女が男になるわけでもないですし、そもそも何したって DNA 自身が変わるわけでもない、俺が女として生まれてきてしまったことは変わらない、一生死ぬまで死んでも変わらなくて、それだけで前は女なんだって、後ろ指を刺してくる人なんて山の数いる、理解し合えない人間だってたくさんいる、性同一性障害とか関係ない、お前は最初に女として生まれてきたんだから、お前は女なんだと言ってくる人は今だってたくさんいるし、女だ女だ気持ち悪い、近寄らないで、そんなことを言われる毎日で、それでも俺はどうにか自分に納得をつけて、自分が少しでも胸を張って生きていける毎日を過ごしたいから、どうしても一歩を踏み出したくて、その手術がせめてもの自分への延命治療でした。今となっては家族も安定して、お母さんも今は男物の服を買ってくれたりします。だから確かにあの日俺が一歩踏み出せたこと間違いじゃなかったんだって胸を張って言えます。きっと理解されないんだろうけど、男になりたいんじゃなくて俺は最初から男だったんです。何を言っても分かってくれない人もたくさんいて、暴言を吐いてくる人間もたくさんいて、だからこそ自分の信念はどう生きていくかは自分で決めるべきなんだって、この活動の中で学びました。性同一性障害を公表する前、なーくんはもう一度俺に聞きました。夢はあれって。俺はもう一度答えました。誰かに認められたいですって。誰よりも何よりもがむしゃらに、まっすぐに胸を張って、こんな人生だった俺だからこそ自分に恥じることなくまっすぐ生きていきたい、そのためだったらどんな努力だってやりきるって、リーヌじゃなくなったらもう死んでもいいかなって思ってます。それくらいの覚悟です。その気持ちは今も変わりません。あれから約2年、俺は今たくさんの人に声を届ける活動をしています。誰にも届かなかった声は君が受け取ってくれました。全ての始まりであった夢だって無事叶えることができて、新たな夢を胸に前へ進んでいます。自分のことを愛せなかった人生で自分のために生きてみようと前を向くことができ、誰よりも幸せにしたい人を見つけて、大事な仲間と共に今をがむしゃらに走っています。これが俺の人生を選んだ結果です。インターネットには悩んでる子がたくさんいて、俺やストプリがそんな子の逃げ場になれたらいいなと思っていて、こんな俺でもこんだけ輝けるんだって夢を渡せるなら、一歩前へ踏み出したいと思える勇気に俺がなれるなら、君が前に進むのが怖くならないように、誰よりも前へ、悲しい時も楽しい時もどんな壁にぶつかってでも負けずに、俺はずっと走り続けたい、次に輝くのは君なんだって伝えるために頑張り続けます。普通じゃなくても俺のままで、リーヌ君のままで生きていいんだよって教えてくれて、出会ってくれて、好きになってくれて、本当に本当に伝えきれないほどありがとう。報われない努力も、届かない声も、心ない暴言や裏切られたり、時には悪者にされることだってあったけど、死にたいくらい悲しいことだってたくさんあったけど、こうして君に出会えたから生まれてこれてよかったと思います。生まれてきてよかったって思わせてくれて本当にありがとう。伝えたいことはまだまだたくさんあるんだけど、言葉にしきれないので、精一杯の歌と精一杯の愛してるを君に送ります。今回誕生日記念ということで初めて作詞に挑戦しました。君のことを思ってたくさんたくさん気持ちを込めました。俺の気持ち受け取ってくれますか。曲名は君の方が好きだけどです。俺は、俺たちストプリは、これからもずっとずっと走り続けます。絶対後悔させないから、君を一番幸せなリスナーにするから。だから、これからも一番近くで一緒に走ってください。絶対、もっと大きな舞台へ君を連れて行きます。そしてそこで、また未来で過去の話をしましょう。俺を好きになってくれて、本当に本当にありがとう。完璧な俺じゃないですが、これからも一緒にいてください。最後まで動画を見てくれてありがとう。頑張ります。ということで、この辺で動画を終わりにしたいと思います。ありがとう。またね。耳につけた絆創膏、シオガライズ石のアナグラム、日々の影に寄り添う。
けど僕の方が君を愛してる。